三重県立白子高等学校は三重県鈴鹿市にある県立の高等学校。普通科、生活創造科合計で1学年6.7クラスの高等学校である。進学先としては中堅かそれ以下の大学及び専門学校が多い。学生の男女比が顕著で女子学生が男子学生の1.5倍ほどの比率で在学する傾向が続いている。これは 各学年それぞれ1クラスずつある生活創造科と普通科文化教養がほぼ全員女子だということが大きく影響しているものであるが近年は男子生徒も増加傾向にある。県内で他に類を見ない吹奏楽コースを持っており吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールをはじめとした県内コンクールで常に上位入賞を果たし県代表の座を20年以上連続して 獲得している。また他の文化部でも新聞部、経営音楽部が全国大会に出場するなど、盛んに活動している。運動部では、卓球が有名で女子は25年連続、通算34回のインターハイ予選団体戦、優勝、男子も通算10回の優勝を誇る、県屈指の競合である。その他にも、女子剣道、男子バスケットボールも2019年現在、 県大会上位に進出する競合である。2020年に創立100周年を迎える。山口聖氏が作詞、北又部が作曲して作られた。効果は4番まで存在するが、普段は2番までしか歌われない。ありがとうございます。